私の願いは、高田三郎が作曲した合唱曲。前編でピアノ伴奏を伴う。作詞は、高野菊生。1961年度文化庁芸術祭参加作品として、NHK の移植により混成合唱版が作曲され、同年の芸術祭賞を受賞した。放送初演は、合唱イコール、東京混成合唱団、四季イコールと中野部明。 後女性合唱にも編曲された。男性合唱版は合唱指揮者、塚賀慶一による編曲のものがある。作曲にあたり、NHK の担当プロデューサーである、西武健吾は、ヘミングウェイ、老人と海の映画を見て、あのような音楽作品を作ってほしいと高田に依頼し、二人は、今度の番組はこういう作品を作りたいという強い意向を持って制作に取り掛かった。 ところが当初依頼した詩人が書き上げた詩は、馬蕉の俳句を散りばめたもので、二人の考えとは相入れないものであった。二人はその詩人に書き直しを依頼するも、詩人はついに書き直しをせず、高田は寄生の詩に作曲する方針に転換した。二人は資料室からアンソロジーを何冊か借りてきて、丸1日読み進めたところ、高野菊男の 今私が欲しいのはという詩に着目。この詩だけでは25分番組には足りないから、別の詩を足すか、新しく書いてもらうとの高田の意向を受けて、NHK は高野と交渉し、高野は詩をもう一遍書き足すこととなった。高田が書いた初の混声合唱曲で、この頃から高田の作曲活動は、合唱曲の比重が大きくなっていく。また、高田と高野のコンビは後に、 高田の代表作、水の命の制作へとつながっていく。全二学賞である。今私が欲しいのはひばりに変われ婚性版、女性版は、河合出版から、男性版は、東海メールクワイヤーから出版されている。ありがとうございます。